グラスバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部ネバダ郡の都市であるゴールドカントリーに位置している2000年国勢調査での人口は1922人だったが2010年では12860人と17.7%増加したグラスバレーの歴史は近くにあるネバダシティと同様カリフォルニアゴールドラッシュ時代に始まっている 郵便局が開局した1851年にはセンタービルと命名されたが翌年不明な理由でグラスバレーと改名された。町としては1860年に法人化された。グラスバレーにはカリフォルニアでも最大級に豊かな鉱山であるエンパイア鉱山がある。グラスバレーの開拓期に到着した人々の多くはイングランドのコーンウォール出身の鈴最高者だった。 彼らは岩盤が深くて硬い金庫では鈴の掘削で必要とされるのと同じ技術が必要とされたのでカリフォルニアの金庫原に引き付けられた。彼らの多くは大変深い行動から水を汲み出す専門家だった。これはコーンウォールの鈴鉱山と同じ状況だった。グラスバレーは現在でもコーンウォールの歴史を保持しており毎年のコーンウォール風クリスマスや セントピランの日のような行事に現れている。地元で人気のある料理のパスティは当初の移民世代から引き継がれたレシピに従って街のレストランで供されている。また、コーンウォールの街ボドミント、姉妹都市を結んでいる。街はローマカトリック教会グラスバレー教区に属している。1957年のディズニー映画オールドイエロールはその一部が グラスバレーで撮影された。グラスバレーは、北緯39度13分9秒整形121度3分30秒、北緯39.21917度整形121.05833度、39.21917-121.05833に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は点一平方マイルであり、 すべて陸地である。グラスバレーの気候は温暖から暑く乾燥した夏と湿気があり冷涼で雨の多い冬が特徴の地中海性気候にある。夏は大変乾燥するが雷雨が起こることもある。冬の雨は草木に需要をもたらし、それが夏の間に乾燥して野生動物には障害となる。降雪は時々ある。出るおろ劇場の象徴である。 戦闘以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョサイア・アロイス公共図書館カリフォルニア州議会では上院の第4及び下院の第4選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第4選挙区に属し、クック投票度行指数は共和党プラス11である。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。 グラスバレーはカリフォルニア州道49号線と道20号線の交差点に位置する。公共交通はゴールドカントリーステージが運行しており都市部に限られている。グラスバレーグループは1958年にグラスバレーで設立された研究開発企業でありビデオアンプやテレビスイッチャーに特化している。 その技術のいくつかは1977年の映画、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望や1978年の映画ゾンビで使われた。グラスバレーグループは現在テクニカラー SA の子会社になっている。昔のグラスバレー鉱山から掘り出された石英の中の金ありがとうございます。